放射温度計の一種放射温度計は物体から放射される赤外線や可視光線の強度を測定して物体の温度を測定する温度計である。これらの赤外線や可視光線といった熱放射は国体放射によって生じ温度と放出エネルギーとの関係を表すシュテファン・ボルツマンの法則及びプランクの法則によって物体の温度を算出することができるのを活用している。 放射温度計の主な長所は測定が高速に行えることと非接触で測定可能な点である。非接触で測定可能なことは熱伝導によって測定対象と温度計とが同じ温度になる必要がある多くの温度計、測定方法と違い短時間で温度測定が可能となる要因ともなっている。赤外放射温度計は比較的低温領域でも放出される。 赤外線を用いて物体の表面温度を測定する機器である。物質によって熱放射の放射率イプシロンが異なるため放射率の補正を考慮しないと測定温度が正しく測れない場合がある。放射率は国体は1であるがゴムやセラミックなどでは0.95程度、金属等表面光沢があるものは点九未満になる傾向がある。このことから 対象物表面状態に左右される計測方法であり、誤差が生じやすい。誤差を抑制するためには、事前に他の温度測定法との間で構成曲線を求めるか、国体放射とするための媒体を表面に塗布することが必要となる。ただし、後者の場合は、媒体が本来の測定対象と同一温度になるために、若干の時間を要するため、測定値に 遅れが出る。パイロメーターは白熱している物体の温度を測定する機器である。国体がこのような可視光線を出すにはかなりの高温が必要であることから線形付近よりも高温となる溶融金属など夜勤や溶行で利用される。ありがとうございます。